皆さんこんにちは、ともりあらたです。花粉症の方もう飛んでますよね。これねニュースがあるんですけれども、ウェザーニュースは1月10日千葉県千葉市でスギ花粉の飛散を確認しました。すでに4割ほどの人が花粉症の症状が出始めております。なので今日はですね、スギ花粉で肌が荒れたりとか、実は雨の後めちゃくちゃ花粉症がの症状がひどくなったりとか、顔が痒くなったりするっていうことあると思うんですけど、それがなぜか、それをどういうふうに肌ではブロックするかっていうお話をしていきますので、最後までご覧ください。ではまず花粉症の話からなんですけれども、花粉症って皆さんなんか昔ね、花粉をいっぱい浴びることによってコップの水が容量がいっぱいになることで花粉症になるっていう方多かったと思うんですね。で、私自身は宮古島出身なので、沖縄って基本的に杉ないんですよ。だから私自身はコップの水が溢れようもないんですけれども、でもそう言っていて、私は18歳の時に東京にやってきたので、46歳にもうすぐなりますので、かれこれ東京にいる方が長いんですね。ということはいつでもこのコップが溢れても良さそうなもんじゃないですか。でも私自身花粉症一切ないんですよ。でもうちの息子はですね、ちょっとやっぱ花粉症気味なんですね。彼は生まれてからまだ9年なので、コップがいっぱいになるには別にうちの周りにすごい杉のね木があるわけじゃないから、ちょっとおかしいですよね。これって実は昔言われてたコップの理論っていうのは最近はもう違うんじゃないかなって言われていて、例えば今って花粉症を治すためには免疫療法といって、微量な花粉の物質をですねちょっとずつ体に入れることによって、体でそのアレルギーを起こさないように慣れさせていくっていう免疫療法っていうのがあるんですね。それも花粉を少しずつ入れていくわけじゃないですか。そうするとコップの理論から言ったらそれもなんかちょっとおかしいですよね。最近はどういうふうに言われてるかっていうと、免疫の中では例えば細菌とかウイルスとかが来た時にやっつける働きをする細胞と、例えばアレルギー、異物が入ってきた時に防御反応を示してアレルギーとして外に出すっていう、免疫の中にも2種類あるんじゃないかっていうことが言われているんですね。通常バランスがよく保たれているんだけれども、遺伝だったりとかいろんな外的要因だったり内的要因があることによって、そのバランスが崩れてアレルギーが発症しやすい免疫の方が有利になった時に起こるというふうに言われています。なので、誰でも次のね花粉の周りにいなかったとしても、容量を受けてなかったとしても、例えば本当に生活習慣がこう忙しくてね崩れていたりとか、そういう体調がおかしくなったりなんかの拍子でアレルギーのバランスが崩れちゃったり、免疫の方がアップしちゃうとそうなるんですよ。だから私昔免疫力を上げるっていう動画を撮ったんですね。なので免疫力を上げるっていう言葉って一見ねすごくいいじゃないですか、体を守るっていう意味で。でも免疫力の中にはアレルギーっていうのも免疫の一つなので、免疫を上げすぎちゃうとそういうアレルギーも出ちゃうから、一概に免疫力を上げるっていう言葉ってちょっと微妙なんですよっていうお話を以前の動画でもしたとあのことがあるんですけど、免疫力っていうのは正常に保つことがすごい大事なんですね。なのであんまりこの免疫を上げるっていうのはちょっといかがなものかっていうふうに思います。なので、ちょっと話は戻るんですけども、小さいお子さんでも周りにねスギ花粉がそんなにたくさんなくても、やはりバランスが崩れてアレルギー症状である花粉症を発症するっていうのはもう誰でもなることあります。去年ね大丈夫でも今年からなるっていうことはあるので、人事じゃないと思って皆さん気をつけていただきたいんですけれども、その中でもよく花粉症の人って今日雨か明日めちゃめちゃ花粉症すごそうだねみたいな言う人多いと思うんですよ。晴れてる日よりも雨が降ってその次の日の方が花粉がひどいっていうことは皆さんなんとなく花粉症がある方は分かってると思うんですけども、これって何かご存知ですか？これはね、実は花粉爆発が起こってるんです。花粉爆発って何ぞやと思うと思うんですが、花粉の粒子にはですね、外側にある膜の外皮っていうものと内側にある内皮っていうものに分かれています。外をクリ J1で、中を内皮をクリ J2 っていう風に呼ぶんですね。で、ちょっと難しいんですけども、花粉って大きいなんかボールだと思ってください。だいたいそれが30マイクロメートルぐらいなんですが、その外にこのクリ J1 っていう外皮がポツ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 ってだいたい1マイクロメートルのものが突起みたいな感じでついているんですよ。これも喉とか鼻とかにくっつくとアレルギー反応を起こすっていうことが言われています。もちろんそれは肌についても痒みを起こすっていうのは以前から分かってるんですね。雨が
降ったり水分を含むとこの大きな花粉の粒子がパーンと弾けて爆発をして中から内皮のクリジェイ2っていうものも出てくるんですよ。それももちろんアレルギーの症状の原因になるし肌に何かしら悪い影響があるんじゃないかっていうことがだんだん分かってきたんです。怖いでしょう。だから雨が降ったりすると次の日は花粉爆発が起こって量が多いとかではなく同じものなんですけれども中身からすごくいっぱいまたアレルギーのものが出てきてるっていうことなんですよ。もう言っただけでなんか痒くなる方もいらっしゃると思うんですけれども、なので乾燥してたりとかしたらなかなかこの花粉爆発って起きないんですけれども、雨が降ったりとかすると花粉爆発が起こってしまって次の日にめちゃくちゃ鼻水が出るっていうような感じになっちゃいます。だいたい約8割ぐらいが花粉爆発を起こしてしまうっていうふうに言われているんです。あともう一つ怖いのがお水だけじゃなくて大気汚染ね。例えば工場の近くだったり排気ガスとかが多かったりすると雨が降った時と同じように花粉爆発も起こってくるんですよ。空気が悪いところにさらに花粉があると雨の降ったね次の日と同じように花粉爆発が起こるので、今日はすごいかもでも雨降ってないけどってなったらそこはちょっと汚染物質が多い日だったりする可能性はありますよね。なので黄砂だったりとか PM2.5 とかそういうものも花粉爆発の要因になってくるんですよ。もうね聞いただけでちょっと痒くなっちゃうんですけれども、なのでそういうね日はしっかりとねアレルギーの対策をしていただきたいんですが、今まではこのクリジェイ1っていう外皮が顔にくっつくとそれでもアレルギーで痒みが起こるっていうことが分かってたんですが、花粉爆発が起きないと出てこないクリジェイ2っていうものは肌にどういう風な影響があるかっていうのは実はあんまり分かってなかったんですよ。これも何か肌にネガティブなことが起こるんじゃないかっていうことを研究したのが富士フイルムさんなんです。そして見つけたのがこのクリジェイ2っていう爆発したら出てくるものがなんと肌につくと肌のバリア機能を低下しちゃうっていうことが分かったんですよ。どういうことかっていうと皮膚の細胞の外壁って言ってその外枠を作っている細胞でもあるインボルクリンっていう代表的なタンパク質があるんですが、このインボルクリンがちゃんとあることによって細胞の形がしっかりしてるから角層がちゃんと並ぶんですよ。なのでまあ外から来た外的刺激をちゃんと跳ね返すことができるんですけれども、実はクリジェイ2っていうものがつくとこのインボルクリンっていうものの酸性が低下してしまうんですよ。そうすると綺麗な細胞が作れなくなっちゃうので隙間ができちゃうっていうことになるんですね。そうするともちろんバリア機能が低下しちゃって穴が開いた状態になるのでより花粉が入ってくると痒みだったりとか赤みを起こしやすくなってくる。プラスアルファ今まで花粉で痒みが起こらなかったとしても起こりやすい状態にしてしまうっていう怖さがあるんですよ。嫌ですよね。それだけじゃないんですよ。もっとね怖いのは実はシミの原因にもなっちゃう可能性があるよっていうところまで見つけたんですよ。これは何かっていうとさっきのバリア機能がちょっと低下して隙間が空いちゃってクリジェイ2っていう内皮が入ってきやすくなるじゃないですか。そうするとメラノサイトっていうメラニンを作る細胞を刺激する成分を産生するっていうことが分かったんですね。それがシミの原因になってしまうっていう本当嫌ですよね。花粉の時期って紫外線はそんなに強くないから私の YouTube を見てる人はいないとは思うんですが、日焼け止め塗らないっていう人はまさかの花粉でシミができやすい状態になってしまってるっていうことですよ。守るべきものは紫外線だけじゃなくてクリジェイ2からも私たち守らないとシミがねできちゃうっていうことなんですよ。もうねすぐ守りたくなりましたよね。じゃあね日焼け止めとかをしっかり塗って守ればいいじゃん、日焼け止めもこの時期からしっかり塗りますって言われた方はねもちろんそれは大正解です。しっかりとね日焼け止めを塗っていただくのが一番なんですけれども、日焼け止めってニーって笑ったり表情を作ったりとかあと乾燥したりするとひびが割れてしまうような感じでそこから紫外線だけじゃなくって花粉が入ってくるっていうことがあったりしますよね。あと今までの日焼け止めって結構みずみずしかったりとか水分が多いものだと花粉が水分がいっぱいあるような肌についちゃうとそこで花粉爆発を起こしてしまうっていう笑えないようなことも起こってしまうことがあるので、そこで富士フイルムさんからこのクレスクっていうシリーズがあるんですね。でこのクレスクバイアスタリフトっていうのは敏感肌用のシリーズなんですよ。このクレスクバイアスタリフトのスムースフィットマルチシールドっていうこれは UV 下地かっ
こう敏感肌よって書いてあるんですが、これはですね今までの膜を張るものは一緒なんですがだけじゃなくって、花粉がねついた時に花粉爆発を起こさないように水分が少ない処方にして花粉爆発を起こさないようにする、プラスちゃんと膜をきれいに張ることで爆発が起きてしまった外皮とかもちろん内皮も一緒に入れないようにするっていう処方なんですよ。すごくないですか。結構これはね画期的だなと思います。でもちろん入れなくするだけじゃなくって、万が一それがついてしまったとしてもクレイジェイ2っていう内皮の紫外線と同じようにメラノサイトを刺激してシミの原因になるものを抑えるためにマグワネの皮のエキスっていうものが入ってるんですよ。でこれ自体はクレイジェイ2でバリア機能が低下したりとかインボルクリンの発現が低下するものを抑えたりとか、あとはメラノサイトに刺激がいく物質を抑えたりっていうことができるので、バリア機能も保ちながらメラニンの酸性も抑えるよっていうものもしっかり入っているので素晴らしい日焼け止めっていうことになります。そう言うと、あ、水分少ないからパサッとしてるんじゃないみたいに思うかもしれないんですけど、それがねそうでもないんですよね。ピューッと出して一瞬ね白いかなと思うんですけれども、伸ばすと白っぽさは全然なく、パサパサした感じはないです。ベタベタした感じもないんですけれども、パサパサ感は全くなく、クレスク自体が敏感肌用のものなのでそういったこともほとんどないです。例えば塗ってパッてやってもほら落ちるのよ。だから水分というかそのベタベタ感がないから、花粉症云々もそうなんですけども、日焼け止めのベタベタが嫌な人もすごくいいんじゃないかなと思います。こっちは塗ってない側、こっちは塗ってる側なのでちょっとねトーンアップはします。なんか白浮きというよりは自然なトーンアップ、こんな感じ。こっちは塗ってます、こっちは塗ってないです。はい、ということで今日はちょっと花粉爆発っていうちょっとね怖いワードが出てきたんですけれども、くしゃみが出たりとか鼻が詰まるだけじゃなくて、肌になんと花粉が乗ることによって、まあ、シミの原因になってしまうっていうこと、それが、まあ、雨の日みたいな水分があるとき、肌って水分があることが基本じゃないですか。だから肌では結構ね花粉爆発が起きてたのかもしれないので、なんか痒みだったりなんかこの時期になってくすみが出てくるよっていう方はもしかしたら花粉爆発のせいかもしれないので、ぜひ今日ご紹介したクレスクチェックしてみてください。はい、ということで今日も最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。2024年もですねたくさん今回みたいに素晴らしいテクノロジーの日焼け止めがたくさんまた発売になるので、また一つずつ解説していきたいと思うので、先生これも詳しく解説してほしいですっていう日焼け止めなどありましたらコメント欄に書いていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。